ミのサコリジェネラルマーケットのダイロンです。今回はこの前こういうイラスト描いてくれたやつのボタンを作ったんですけども、今回はこれの版、多分今もどこかに多分出てると思うんですけれども、これです。これ一応ノエノンのロゴになってます。ノエノン番組、今回はこれをいっぱいね作っていけると思います。これの缶バッジをいっぱい作っていけると思います。はい、それでは作っていきます。まず用意するものは缶バッジの上の部分ですねと下の部分と、缶バッジ作るキット、コーティングするとコーティング用に切るあれです。100均で揃えましょう。で、今回は前ですね、私これラメだけで作ったんですよ。少しちょっとキラキラのラメだけで作ったんですけども、これちょっとラメをまぶしていこうかなと思います。今回はね、どうしよっかな、何色がいいかな。ピンクだからやっぱピンクにする。私でもね、いっぱい持ってるんだ、このペン。ほら、こっちのピンクの方が可愛いか。これ全部出す必要なかったな。なんで私全部出したんだろう、バカだな。こっちのコーティングする方にこれ塗ってきます。手で塗りますね、これね。今回手で塗るしかないんだよ。これ中心的な部分の部分に何部分の部分って、これも結構いるかもしれない。今回これ1個だけじゃないんですよ、作るの。何個も作っとこうかなと思って。で、これを一緒に合わせます。こうやって合わせて、見えるかな、ノエノンバッグめっちゃキラキラしちゃってるけど。じゃあちょっと一回霧吹きします。ここ置いて、あ、ちょっとこっち側が濡れてないんだ。そしたらこれをグイッと押せます。いきますよ、よいしょ。お、いい感じじゃない、いいんじゃない。でね、これ重要なのはね、この裏をね、裏と思ってここの部分合わせるのが難しいんですよ。ちょっと曲がっちゃうけどいいよね、ごめんなさい。これめっちゃ力いるんだってば。よいしょー、はい、それでは取ります。パカン、やっぱ綺麗だな。ラメ入れた方が可愛いのかもしれない。てか可愛いな。ではこれを何個か作っていきます。まずピンク色が完成。これいっぱいありますからね、ほら。今日はいっぱい作るよ。次はね、オレンジ色にします。あ、黄色にしよっか。まず黄色、めっちゃ伸ばさないといけない。これね、ここに固まっちゃったらあれだから、これをつけていきます。あ、かわいいかわいい。あ、黄色はかわいいわ。これ多分ラメが正解だな。これラメどれやってもかわいいな、これ。よし、綺麗にできた。こっちも、あ、めっちゃかわいい。でもピンクの方がかわいいかもしれない。いや、どっちもかわいいですね。はい、おー、かわいい。また緑もかわいいね。はい、全部できました。これが緑のやつね、さっきので、ピンクのやつ、黄色、これは黄色と青、こんな感じ。ノーマルが7個か。こういう感じで頑張って作ってみました。ぜひ皆さんも100均に行って作ってみていかがでしょうか。それではまた明日の7番組でお会いしましょう。さよなら。